この番組はアラサーのなるみとアラフィフのしのぶがアメリカの生活を特別に切っていく番組ですインスタグラムやユーチューブでのコンテンツ配信あとは「毒舌コミュニティ」と称したオンラインサロンでは非公開エピソードとかあと独占映像なんかも盛りだくさんです「ドクアメオンラインサロン」はドクアメ .com インスタグラムは「ドクアメ e r s c o r e o f f i そしてユーチューブは「ドクアメショートストーリー」で探せますのでぜひチェックアウトしてみてください ではつぶやきから入っていきたいと思います。私のつぶやきはですね、はい、一応これはあの一回録音してもう一度録音し直してるんで、少々ねそのすべて伝えてるので、あのまああのもう一度聞いていただく話になるんですけど、はい、スライドリーディファインドね。はい スライドリーディファンおそらくおそらくスライドリーディファント私の話がですかこれから話す話がいやこれから二人の話がおそらく少し違ってくるかもしれないあ確かに少し違ってくるかもしれないということで私のつぶやきはですねあの本のことだったんですけ本人の近況報告っていうそうなんですけど若干不安の不安不安が不安でなくなった あそう不安が不安で亡くなったし、うん、不安に襲われたという話なんですけど <laughs> でもなんかあの私本書いてるっていう話をして、うん、であうれしいことにしのぶさんは最近は書き始めたっていう話になったと思うんですけど、うん、でもあの私がなかなかこう新緊急報告をしてなかったっていうのにあ、うん、結構理由がありまして。うん、で 1年半のプロジェクトで結構長い間2021年ぐらいからかなの3月から始めてうもう1年半ぐらいかかってるんですけどあのイベントが7月にしのぶさんと行われて、うん、その前に一回顔合わせをしてて、うん、編集の方と、うん、であの編集者と担当者さんの方と顔合わせをして、うん、顔合わせっていうのは面と向かってってことあ面と向かってですあの実際にその時も 下見をイトークの下見を、ね、イベントのイベントのそうなんですよしのぶさんとやるライブイベントの下見をしに行くってお金はこうやっぱり日本のホールって現金で面,面と向かって払わないとこう公共の施設とか国が運営してる、うん、市が運営してる施設とかっていうのは行けないらしくて、うんうん、実際にちゃんと顔を合わせないといけなかったんですよなるほど下見で。で、は、で、い、ではないですってことでね そそうでですすよよねね本当にその通りですよ、ね、あの存在しないインターネットの片隅ではなくて <laughs> <laughs> ちゃんと存在する人間なんだよっていうことを、うんまあ、証明するためにも一顔合わせが必要で,でそのついでに編集者の方と顔合わせをしてきたんですけど6月ぐらいですかね、うん、それが、うん、であ,のある程度もう書き終われたのが5月で,、うん、で本当にもうこんな分厚いものになってしまいますみたいな話になってた時に。あの で編集者さんに提出したら、まあ、構成さんっていう人がいらっしゃって、うん、一旦構成さんに全部直してもらって、うん、あでその直してもらったもの に私たちが今度は私たちっていうのは私は母なんですけど、うん、一緒に書くの手伝ってくれてるんで,で赤ペンを入れて、うん、ここはいらないここはいらないってすごい削り落としたんですよ。うん、で表現が間違ってる何々っていうのをやってもう一回提出したんですよね<え>。削り落としたっていうともう何そのなるみちゃんが書いたものに対して何か付け足せられてたの いや、違うんです。昴生さんっていうのは私の文章を尊重しながら、うん、ここの表現は少し間違ってるんじゃないですかとかここの表現は分かりにくいです<ー>って書いてくれるんですよ。あなるほど。で,そ,、はい、でそれに対してでここはちょっとなんかこうリダンダントっていうと2回繰り返されてるから、うん、もしかしたらいらないかもしれませんねとかっていう。 私の気持ちを尊重したベースの直しが入るんですよ、ね。すごい本当に素晴らしい仕事だなと思うんですけどいろんなことをリサーチしてっていう感じで,で、うん、その方がやってくれたものをもう一回私が見直して、うん、それについでにあいやこういう表現でこういうふうに書き直したいですとかっていうので赤ペンを入れていって。 うん、でアカペンを入れた後にあとに、まあ、いろんなところを削り私が削り落としたいって思ったところを削り落としたってったんですけど、うん、全部削ってってそれをまた提出したんですよ。うん、でそこで まず最初の段階その名前忘れましたけど「初公」とかそういう名前で見てもらって、うん、な真ん中があってそ真ん中を待ってる状態で止まってたんですよね、うん、でボールを投げてこれが終わりましたと、うん、であのもう一回昴生さんが見るっていうので、うん、それが何月ぐらい ?8 月ぐらいそれが6月ぐらいですか、ね、あ6月ぐらいはい6月ぐらいにはもうそ,その時点で昴生さんには上げてる時点だったんですよね 6月になりましたってその時点で9月に出す予定だったんですよ。話し合いでは9月ぐらいには出せるかもように頑張りましょうみたいな感じで、うん、あじゃあ分かりましたっていうことで、うん、あのー、もう9月ですけど <laughs> <laughs> 今本当はいいてる。真ん中辺がね真ん中辺、ね、んもう終わりに近づいてるてて、うん。もう若干終わりに近づいてる。<laughs> <laughs> でそ,れそういう予定だったんですよ。そ <laughs> それで、あのーまあ、ボールは投げてでそしたら、うん すごい量の直しが入れたんでもしかしたらすごい時間がかかるだろうと思ってそっとしておいたんですよ。うん、本当に大量の赤ペンだったんで,うん、うん、で時間かかるだろうしこの担当してくれた方がすごいいい人で,、うん、でその人もなんかこうあの徹夜で頑張りますみたいな感じだったんでちょっとそっとしておこうとか、うん、私がこうキープバギングしても意味がないかなと思って。うん、それで、うん 9月長月の後半か9月入ったぐらいからあれそれ全然話聞いてないなって思ってた,た,たまたまこのイベントも終わって落ち着いてきた時だったんで、うん、あの全然連絡が来なくなっちゃってで,で連絡し直したんですよ。うん、ですいませんとあの どう2か月ぐらい経ってるんですけど、うん、どうなってますかみたいな話になって一切連絡が返ってこなくて <laughs> <laughs> で <laughs> その時点からあちょっとやばいなって思った2か、うん、月連絡来ない時点で、うん、あっぼしゃったなって思ったんですよ <laughs> <laughs>、うん、もうこれは私は本は売れないと思われたから多分絶対に内部で、うん、もうこれはダメだ これはやめておこうってなったのかもしれないと思ったんです。<laughs> <laughs> ちょっとずつね不安がね。<laughs> あれだ。でも私の今の妄想の中ではあの白いシャツ着てるね、うん、あの編集長みたいなおじさんが。うんうんうん たばこ吸いながらこうやって髪かけながらああもうああダメだもうこれないそういう意味です長すぎて売れねとか言われてるんだなって思った自分の中ではなのみちゃん自分の中でい自分の中で思っててそしたら連絡を入れましたその不安が確定となるわけですよね1週間も連絡が来ないと連絡を入れたのに ね、そこから連絡がないんだもんね。ないから、れこれはあもうあのダメだったんだろうな。確かにそれはもう恋愛と同じ、はい、同じだね。そ<う>彼から全然連絡来ないから <laughs> 一生懸命勇気出して私からとりあえず言ってしまうかな。<う>でも言ってこなかったらもう彼連絡ないってことだよなと思いながら<う>あの出したのテキストね。 まさにその通りですね。うん、そのまた同じ感情です。<laughs> そうだわ。それだけエモーショナルにインベストしてるんだよ。そう,そ,うそうだ、あなた1年以上の。私の人生をすべて。さらけ出したからね、うん。そうそうそう。うん、それでは、もう無理だなと思ったんですけど、もう一回送ったわけです。あの、うん、すみませんと。もしかしたら、私に直接言うのが。 あのすごいいいあの担当者だったんで1年半も一緒に私のそ時間を尊重してやってくれた方なんであ言いづらいのかもしれないって思って連絡をて、うん、全然も悪いあのニュースだった大丈夫ですからって一言入れてメールしたら、うん、あの連絡が返ってこなくてもう確定がもうなんかあの結,なんて結論になるわけですよねその時点で。<laughs> もう終わっちゃうわけです <laughs> もう、まああの。お願いしますからクロージャーだけはくださいって言わそう,そ,そ,う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 そうしないとあなんかこう自分でも前に進めない前に進めないからね <laughs> あのすいませんっていうことはあの終わりは熱、ね、ケツを欲しかったわけですよね。<laughs> <laughs> うん本当に恋愛と同じですよね。ねいついつ終わったかもわからない状況にあるっていう。<laughs> あれ私たちいつ終わってたみたいな。あれ何？幻？ だよね。幻。<laughs> そう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 ,そう私の一年間あれ。幻だったろうから。幻でった。幻幻想。かい、あのなんて、蜃気楼。蜃気楼。蜃気 <laughs> 楼。楼夢の中で返したか、<laughs> か<ら>私はっていう、ね。夢の中で返したかもしれないなって思った時に、<laughs> うん、多分私がだったら、多分そう言いづらいんだろうなと思って、兄に。人マネージャーっていう形で入ってもらって。うん、あの、どういう状況かっていうのを聞いてほしいと。 うん、そうしないと多分彼女からしたら申し訳ないと思ってるかもしれない、うん、っていうことで兄に入ってもらったその次の日に連絡があって「うんうん、であすいませんと」と今あの私が担当してた方が、まあ、お休まれるというかこの担当からは外れる状況になってしまったみたいで、うんうん、であのそれに対しての「後任者決め中」になっているから。うんうんうん あの「連絡が取れなかったんです大変申し訳ございませんでした」っていう話でメッセージが来て、うん、であの <laughs> 次の端子当社が決まり次第。 連絡しますっていう、うんまあ他の方からのメッセージが来たんですけど、うん、でもなんかこうしゅるさには前にも言ったかこりずっと1年半こうサポートしてもらって、うん、一生懸命書いてもらって、うん、顔合わせまでした方だったから、うん、なんかすごく,くやあの悲しくてくくよね添わ、うん、ずすごく頑張ってきて一緒に頑張ってきた方だったから。うんあの 本人もそうやって書きたかったし編集者の何々さんがすごく一生懸命頑張ってくれてっていう感じで書きたかったのに、うん、なんかこう最後までゴールラインを見れなかったのが多分彼女にとっても悔しかっただろうなって思うし私にとっても彼女で会ってくれたらよかったなっていう気持ちで、うん、何のの連絡先も交換してなかったの、うん、一応 LINE は交換してるんですけど、うん、なんかこうパーソナルなことになってくるとなんかこう彼女がもしすごく。 分かかなないいじゃないですか彼女がどういうことを経験して、ねね、私の担当が腹がずれないといけなくなったかっていうのはちょっと分からないのである程度落ち着いてからはい、うん、あの連絡はしようかな,な,なんかこう今なんで担当が外ずれたんですかって言ってしまって彼女を傷つけてしまうのも、うん、なんかこう謝らないといけないじゃないですかこう先に。それもなんかこうちょっと、うん いなんか謝らせるのもなんか少し嫌だなと思ったんで、うん、なんかもう少し落ち着いてからいや,いやそんなことないですけど、うん、ちょっとなんかこう自分の中でもう少し落ち着いてからにしようかなた次の担当者決まってからとか、うん、多分ソートアウトした方がそ<う>今は大丈夫ですよっていうことを伝えた上でプロジェクトは無事に進んでますよっていうことを伝えこ方が決まった上での方が、うん、なんかこう。 なんかこう宙に浮かんでる状態で連絡すると少し何かなと思ったんでまあ あるる程度落ち着いててかからしようかなとは思ってるんですまあ,あのそ,のそんな不安があっていろんな方から「本はなんかどうなってるんですか?」とか、うん、あのメッセージ頂い,いて、うん、全然連絡が返せなくて <laughs> だって分かんないからね分かんないからいあの書いてる本にも分かりませんだからねこれね <laughs> そうそうそう,そう私もあのどういう状況か分からなくて連絡が返せないったっていうのがあるので、うん、の中途半端はやっぱり厳しいね気持ち的にね そうなんですよね。うん、だからあの久しぶりにあのメッセージが返ってこない、うん、あの恋愛者の気持ちがわかりました。わ、うんうん、かる常。常に常に Google 開けてはこうスライドしてね、こうアップデートアップデートないかなってこう画面をスライドしてクル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 なんて何もないっていうね、メール来、ね、ない <laughs> メール来ないかっていうね。 そううなんですよっていのがありましただから理由はその理由で皆さんに報告ができてなかったそうだねなんか致し方ない理由で本当に急遽何かがあったんだろうねその辺の事情はわからないけれどもそうなんですよねだからそうあのまた落ち着いたらねっていう感じですけどもし聞いてらっしゃったらね聞いてないと思うんですけど聞いてらっしゃったらこのそこまで落ち込まずに。 いてらしいまあ落ち込んだりかもしれないですけど、うん、はい、うん、まあ、できればねあの、はい、あのまあどういう状況にいるのかは察しませんが、うん、あのまあ落ち着いたら連絡をいただければって感じですかね、うん、そうですね自分を大事に頑張ってくださいということかもしれないです、うん、はいそれ、うん、それが理由でしたあのーはい、まあ,あ<ー>今年中にはなんとか出るでしょう今年っていうところでいきたいね。 そうですねもしかしたら来年になる可能性もある。そしたらもうなんかどうしますかね 2023?2023 ぐらいに出たら2023だとダメってことはないけどね。ないですね、ないですねだメってことはないんだけどなるみちゃん的にはやっぱりもうこっちの出せるものは全部出し切ってるから向こうにボールがある状態じゃん。 ででやっぱりこう最後まで早く行きたいよね私だったらなんか嫌だと思うもんすごい最後まで早くはっきりと行きたいなんか行かないなら行かないなりにじゃあこれが高校で行かないから、うん、あと3ヶ月くださいとか何か分かっていたいあはいはいだって半端ない時間、うん、半端ない時間を費やしたわけじゃんうんうんでもなるようにしかならないなと思って確かにね <laughs> 自分の中では書いたっていうことで完結してるんでそれが世に出ようが出なかろうが正直どっちかというと出てしまう方が少し怖いかもって思うかもしれないですけどかなり赤裸々にボーナブルに書いてるんでんかこうそれをどう受け止めてもらえるのかっていうのはやっぱかなり怖いところかなって。

えと「リトル・マーメイド」の映画が2023年実写版がアメリカで上映されることになって、うん、でそれの,あのプレビューっていうんですかが初めて、うん、先週末かなアメリカのいろんなところで放送し始めたんですよね。でそれが非常にあの炎上しておりまして、うん、なぜかというと。 あの『リトル・マーメイド』の主人公があの、うん、ヘイロ・ベイリーちゃんっていう黒人の女の子なんですよね。うん、で皆さんご存知の通りアリエルっていうのはデーニッシュだかなんだかの人種でまあパ,はい、はい、パッと見黒人ではないんですよ。うん。どちらっも白い方で、うん、赤い髪の毛でっていうね。そうですよね赤毛のイメージだからもう少しあの、うん、ロン・ウィーズリー的な,なんかわ、うん、かりますわかりますんかんないですよね。 わわかかるるアメリカ人が言うにはアリエルを再現するんであればジンジャーみたいな人そそそううううい多分少し色が薄めで毛の色が赤い栗色とか赤毛とかそれこういう感じだからスパイスグラルズにもジンジャースパイスって言ったけど赤毛の人まあそういう感じを期待していたら。 プ,リあのプレビューに出てきたプレビューもね最初こう綺麗な海の様子から始まって「テてテててん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 っていうあのミュージックから始まって「はいはい、おーリトルマーメイドだー海の中綺麗だ」ってこう人魚の、うん、人魚泳いでいく人魚の尾っぽをこう追う形でカメラが進んでいくのね。ははいいで洞窟みたいなところになって、うん、多分あの洞窟が多分アリエルが歌う、うん、あの 自分がが好きなもののを集めてるる洞窟があるのよ人間のものを集めてる洞窟があって、うん、多分そこで有名な歌を歌うんだけどそのところまで行って振り返るんだよね、うん、アリエルが。そしたらベイリーちゃんっていうあのハリーちゃんっていうあの黒人の,あのシンガーアクトレスの方がアリエルでそれに対して「うん、なんでじゃあ」っていうあの、うん、アメリカ人の声が。 あのすごいいバッックラッシュになっていてでディズニーってあの「アリス・イン・ワンダーランド」<coughs> からあの実写版昔のクラシックムービーの実写版をリメイクする形でやり始めたんだよね。はいはい で、うん、アリス・イン・ワンダーランドから、あの、101匹ワンちゃんもそうだし、あの、眠れる森の美女はマンマ、うん、にフィセントになってるし、シンデレラはシンデレラのまんまだし、うん、で、あの、あれもやったよね、ジャングー・ボックもやったし、ジャングー・ボックはすごかったね、はい、で、ライオン・キングもやったし、いろんなものをこうリメイクしてってるわけよね、クラシックな。うんうん、で、リメイクするたんびに、やっぱ何らかのバッシングは受けてるわけよ、はいはい、のディズニーは常に。 ででもやっぱりクラシックな私たちの世代の、あのー、ファンからしたら、うん、なんでそこをそんな風にしちゃうのっていうところがあるわけよやっぱり、うん、もうトゥルー・トゥ,ルートゥーオリジナルでいてみたいな、うん、でも今から新しい目で見る子供にとっては何も固定概念がないからそれはそれでエンターテインメントでいいんだよね別にまあ確かにそうじゃなきゃいけないことは一切ないんだけど、うん、親としてはなんか昔自分が見たあの感動を 映画館で実写版で子供と一緒にって見たいときに、うん、あ、もうすぐあのシーンが来るよあ、来るよって言ってるときに、うん、え全然違うじゃんってなると、悲しいわけよ、<ー>私的には、ね。うん、それは私の,、うん、私の意見よ、それは。うん、でも、そんなんで、あの、今回のリトル・マーメイド、2023にでるリトル・マーメイドは、ディズニーがクラシックの実写版の映画を作った中で、一番の、うん でかいバッシングを受けているってことでその考えはレイシストだとかその考えはこれだあれだっていう討論が約1週間以上アメリカでは続いている状態だと。で私の一意見から言うとエンターテインメントとしては全然いい誰がやったって構わない私は演技力さえ良ければ。もととう今回のルマーメイド あのアリエルはその白黒人の男の子エリック王子は白人、うん、でもアリエルのお父さんのキング・タイタンはなんかギリシャ系の人、うん、イタリア系ギリシャ系ちょっと褐色のある白人さんではい、はい、アースラは白人、うん、であの、まあ、もうすごい人種がもうダイバーシティなわけよで監督さん今回撮った「リトルマーメイド2 0 2 3を撮った監督さんは、はい、あのアジェンダは全く気にしてないと、まあ、白人じゃなきゃいけない、うん あの赤い髪じゃなきゃいけないとか、うん、そういうのは一切取っ払って、うん、あのアリエルエリック王子キング・タイタンアースラーとか、うん、いろんなそのキャラクターが持っている、うん、あの魅力を最大限に引き出せる俳優さんは誰かっていう観点でしか僕は選んでないと。でことらしいの。うんうん、なのであの私もね来年5月に劇場に見に行って。 さあどう思うかなっていう感じだけど今の私の気持ち的には嫌ではないただすごいびっくりしただってそんなのムーランをさ白人の青い目の子がやってごらん確かにどうよって話じゃんそれは反対にリトル・マーメイドがアジア人の女があったらみんなはどう思うのかなっていうのがあるじゃんだからそういうなんか多分期待値とずれちゃったっていうところで。 エクストリームな炎上とかになってる気はするんだけど、うん、まあそれがあのアメリカではホットな話題となっておりましたっていうとこでしたね。一応グッドパブリシティも あ違うバッパブリシティもグッドパブリシティっていうぐらいだから、ねうん、悪いこ,のことで炎上したとしてもそれはその,どあの映画に対する期待値を、うんまあ、いろんな意味でとかこの人,人気じゃないですかいろんな意味で話題性に上が、うん、上がるってことは、うん、どっちみちいいことじゃないですか,、うん、かそれを狙ったっていうのももしかしたらあるのかもしれないですけど、うん、そういう炎上商売みたいなのあるらしいですから、うん、炎上してしかりみたいなね そうです。話題になってしかりというかもちろんそうなのかもしれないし100%選ばれた彼女には全然非はないですけどでも確かに昔からこのアリエルが赤い髪の白いスキンのっていうのを期待してる人からしたらあれってなるかもしれないですよね。なか まあ、ジェイコブとも話ししてましたけどディズニーはさ、まあ、シロさんも言ったみたいになんかこうちょっとあのダイバーシティをこをフォースするところも多分あのポイントとして上がってるみんながこう、うん、ディスカッションのポイントでちょっとやあのフォースしすぎるんじゃないかとコンテクストを変えすぎてダイバーシティフォーワードになって無理やり感が出てるんじゃないかっていうので問題視されてて、うん、でそれはいろんな人が持ってる。 この白人だけの意見ではなくて、うん、いろんなあの人種の人がちょっとやりすぎかもって思い始めているところもあるどそれをうまくやるんだったらシャンチーみたいに実際に、うん、あのマーブルでもアジア系のキャラクターをアジアキャストで埋めて動画、映画を作ってシャンチーを映画館で,ですごくうまく作られてたんですよ。この 中国の,この文化とかもむかなり勉強されててドラゴンとかすごいあの本物に近かったんでんとかそういうダイバーシティはあってもいいしブラックパンサーみたいにキャラクターがもう全員黒人キャストで作るとかっていう、うん、なんかこうそういう世界観を作るっていうのも、うん、あ,のありだと思うんだけれどももともと違うキャラクターをこう変えるっていうのは。 なんか分からないねって思う人の意見もあるしもう一個は、うん、あの私がオンラインで見た意見ですけど、うん、はもうアリエル自体がフィクショナルキャラクターなんだから誰がどう演じてもフィクションだしょっていうマーメイドなんでそほもそも存在するわけないものを、うん、ただその,頃のこのスタンダードが白だったっていう黒人がは,、ね、はい、うん、あの。 まあそう差セグリギトというかね差別を受けてる時代だから、うん、白だっただけであって別に誰何色でも変わらないはずだっていう意見も確かにあって、うん、確かにその通りだなって思うし。だかなんならどっちの意見もわかりますね。全員アバターみたいな感じだったらいいのね別にね。<laughs> 逆に、ね、逆にもうみんなせかさ魚人間全員アバターみたいな感じだったよね。ああ確かに,確かに人間じゃねえみたいな。でもなんかあのソニックってわかります？ソニック、うん。ソニックは知ってる。 ソニックの映画も一回最初出したソニックの顔があまりにも人間っぽくてすっごいバックラッシュを受けたんですよ。へこれはソニックじゃねえってバックラッシュを受けて全部あの作り直してるんですよねソニックって顔をもう一回戻してで顔を変えてもう一回アップロードしてるんですけどでも確かにそれはほら子どものさヒーローとかさ子どもが大好きなキャラクターだからさ はい、実写版にしちゃうのはわかるけどそんなん言ったらあの,あの何、ね、ほらあの亀のは全然だわ。 このソニック最初のこれで出てきた時にみんながええってなってこれソニックじゃないってなってすっごいバックラッシュ受けてこれはあれだよねアメリカのトイレのロゴのクマさんだよねこれシャーマンシャーマンになったのをかなりのバックラッシュでこれに変わったんですよ元になってよかったよかったよかったうんやっぱこうい落ち込むからねこれ違うと。 そうなんですよだからやっぱみんな期待してるのはこのソニックで、うんうん、やっぱりそれに忠実に再現されてないと、うん、かびっくりするのと同じでやっぱり子供にとっては「え全然ソニックじゃない!うん」ってなるよねそうなんですよねだからそれでびっくりされた方もいらっしゃったのかも、うん、だからもらしろさんが思ってるあれ違うんじゃないっていうのは全然バレッドなオピニオンかなと思いますけどね,ねうん、うん、らしいんですよはいはい 私はもう大のディズニーファンなので来年一応楽しみにはしてますけどはいはいなので日本にはいつ行くのかわからないけど2か月遅れとかかな、ね、きっとアメリカのそうですね確かに、うん、たまにね同時上映する時もあるけどね一回見てもし日本に来てなかったらちょっと感想だけ教えてくださいこれスポイラーなくてあそうねあよかったよよかったよとかまあ多分間違いなくいいだろうなと思うんだけど、うん でも歌はめちゃくちゃ歌える子らしいですよねのまず美しいもんこの子自体が、うん、どうであれその肌の色とか関係なく、うんうん、美しいなって思う、うん、あのどっちかっていうと私はあのアースラ役のコメディアンの女の人がいるんで、うん、んとかあ名前が出てこないエミシューマーじゃなくて<ー>もしいいですよと ぽっちゃりした白人のあの人やるの全部面白いから。この人がああすらやるんだと思って、はいはい、そっちの方が楽しみ、私。はい、それが私のつぶやきでした。ありがとうございました。では、次のコーナーお願いします。はい、次のコーナーですね。独舌ミニチュア英会話レッスンレッツピークイングリッシュウィズアタチュール。で、今日は。 えー、先週に引き続き、えー、皆さんからいただいた美しい、はい、ないしはむごい、えー、浮気ストーリー浮気をご紹介するので、またそれにまつわった、はいえー、表現でガードを下げてしまったという表現を。 英語でもうこれ2回目なんで鳴海ちゃんも何て言ったか覚えてるのであれですがよく言いますよね酔っ払ってしまって朝起きたら全然違ったすっごいなんかわけわかんない全然魅力的じゃない私のタイプじゃない男の人と隣にいるみたいなあ間違っちゃったみたいなねそういう時のような感じあガードを下げるこれこのまんまなんですけどガードを下げたっていう。 うん、ガードを下げたた許しちゃったっていう感じですか、ね、そう許しちゃったとか、うん、まあ、うん、それこそあのお友達がこうね初デートかなんかに行く友達に対して「うん、I don't know if we can trust him so don't let your guard down」とか家、うん、のことは信用できるかどうか分からないからね「うん、気をつけてよ油断しないでね」みたいな、うんうん、っていうふうに「う Keep your guard up」っていうのが ガードが硬い。ガードを硬くする。自分をこう守りにる。守るみたいな。で反対が let my guard down なので、こう緩くしちゃったっていうね。受け入れちゃった。はい、受け入れちゃった。I let my guard down. I know I know he's not good, but I let my guard down. なるほどね。 ありますからね、はい、そういう時が、うん、この浮気ストーリーの皆さんも、うん、ほぼレンマイガードダウンの方もいらっしゃいますから <laughs> ありますありますはい、はい、うということで、はい、ありがとうございました使っていきたいと思います、はい、使ってみてくださいアマゾンミュージックから画期的なポッドキャストチャンネルのお知らせですその名も外資系裏技英語基本のキー外資系企業での勤務経験を持つ BJFOX さんと石井テレミさんの2人のコメディアンがホストを務めるポッドキャスト プレゼンテーションブレインストーミングニゴーシエーションなどさまざまなビジネスシーンをテーマに明日から使える英語をコメディアンの2人のポップな掛け合いとスタイルで楽しみながら学べますこの,の BJFOX さんと石井てるみさんの、えー、外資系裏技英語基本のキーなんですが、うん、まあ根本的には英語勉強をベースとしたポッドキャストですよね。うんうんで 今実は結構な数あるんですよ、うん、英語を学ぶためのポッドキャストに関して、うんうん、で私も、まあ、自分自身も含めいくつか聞いてみたんですよね、うん、これをもとに。うん、で一つずば抜けて、うん、外資系裏技英語基本のキーがすごくずば抜けてる点を見つけました私は。 えー、BJ フォックスさんと石井てるみさんのプロフェッショナリズム、うん、確かにその通りだここに極めてますね、うん、はい。うん、何を意味するかというと、うん、あの彼、えっと BJ さんとてるみさんってどっちも社会人として素晴らしい経験持ってるんですよねうん、うん、で、二人ともすごく頭がいいそ,うです、ね、そして二人ともものすごくユーモアのセンスがいいうん、うん、で、この三つを融合した状態で あの英語のプレゼンテーション、うん、どういうふうに使うかってことも。うんま 含めて言ってくれるので、なんならこうただただ英語を勉強するだけじゃなくて、うん、こういうシチュエーションでこういうシーンの時はこういうマインドセットでこのように英語を使うんだっていう総合的な、うん、本当こうコンサルテーション的な感じ本当にその通りだから聞いていてこれは完璧に有料級です、うん、本当に私もお金払わないでなんでこれがただで弾けるんだと思いました <laughs> 本当に、うん、特にテレメさんの、うん、あまあビジさんも素晴らしいんですけどテレビさんの、うん クイックリーに b g さんが言ったものを、うん、ことを日本語にしてその日本語が適当じゃないっていうところに私は感動しててすごいこの日本語のフレーズこうやって訳すんだとか、うん、そうですよ、ね、やっぱり社会人を経験してる人じゃないと、うんうん、その言葉は出てこないし私たちからしたら,ら訳す英語が全部英語入りました。 なしで聴けるすごい素晴らしいポッドキャストですよね。うん、コミュニケーション円滑にする裏技フレーズやマインドセットなども取り上げられているので、グローバルな舞台で仕事をしている人はもちろん英語のコミュニケーションスキルを高めたい人やキャリアアップを目指す人にもすごくおすすめですね。はい。で、あのこの外資系裏技英語基本のキーは、ね、Amazon Music はもちろんのこと。 えー、アポポッドキャストとか spotify など主要なポッドキャストアプリでは無料で聞けます。はい、是非、外資系裏技英語の基本のキーでキャリアの可能性を開く、鍵をゲットしましょう。はい、ゲットしましょう。はい、じゃあ今日のトピックに入りたいと思います。今日のトピックはですね。はい、あの皆さんのま赤裸々な浮気ストーリーということで、まあ、それが美しくても美しくなくても。はい 募集しましたので、はい、<laughs> あのうん、うん、読んでいきたいと思います。はい。まあ、最初にこのコメントですっていうあのデンマークから気がいって聞かれていらっしゃるデンマークのリスナーの方からのメッセージを読みたいと思います。はい。こんにちは、はい、デンマークから。あ、あれですよね。先週のなでみちゃんが言ってくれたアーティクォーで,ですよ浮気が多い国のナンバーツー。ナンバーツーですね。はい。世界で一番浮気が多い国のトップツーが セカンドプレイスがデンマークでから実際に聞かれているリスナーさんドカミリスナーさんから連絡が来ましたということで「こんにちはデンマークから毎週配置をしておりますと」と約10年前に転勤を機にこちらに移住したのですが日本での会社員時代 仕事不適応を起こした時に救ってくれた上司の同僚がしのぶさんの口調や話にとても似ていて個人的には親近感を湧きながら聞いております <laughs> ということで前回 <laughs> ありがとうございます前回話の中で出てきた世界の浮気する国トップ102位のデンマークの実際をお伝えしたいなと思ってメールしました浮気というか性行為そのものがオープンで姫事や浮気がタブーとして扱われないところが多分 そこにありますとなるみさんが言うように北米は女性の自立と権利がかなり確立されているので経済的にもあ地理的にもそして精神的にも男女一人一人が自立しておりパーソナルフリーダム個々の自由個人の自由が絶対的に尊重されるという社会的バリューですですので自分が自分の価値と 哲学と感情で決めたことが最も重要であり誰にも強制されたりジャッジされるものではないという考えが強いです夫婦において不倫が不正行為として罰せられることもありませんいくつか私の経験したエピソードをシェアします職場の年末のクリスマスパーティーのお知らせがメールでやってくるのですが 場所や時間等の連絡事項が並んだ最後の注意書きのところに個人のオフィスで性行為を行うことは控えてくださいと書いてありました <laughs> デンマークの人によくあるブラックジョークかと思いきや <laughs> 職場や仲間などみんなで集まるパーティーでその場の勢いでそういった行為は割とポピュラーだということが後々分かるようになってきました <laughs> <laughs> ちなみに同僚は職場でパーティーがあった翌日自分のオフィスのデスクの上に使い済みのコンドームがあったそうです <laughs>、はい、ただそういういことが <laughs> あってもそれぞれに後腐れなくまた普通に仕事をしたい友人として付き合っていく様子ですですね。不倫というかどうかはわかりません,うん <laughs> さん、不倫というのはね、運動会が組体操だったのかなっていう、ね、組体操だったのかもしれないただ組み合っていたのが たまたまですけどちょっとパソコンの、ね、<laughs> コネクションか何かを確認したらちょっと自分繋がっちゃったみたいな感じで <laughs> 事故に繋がっちゃったかもしれない無理やりですね。 家族構成がカオス離婚再婚が本当に多いですそしてパートナーと別れたとしても友人としてもしくは共同権あ親権を持ち引き続き子供と共に生きていくチームとして良い関係を築いて続けていく人が多いです、うん、なので例えばある子供の誕生日会にその子の生物学的つながりのある父と母そして兄弟だけでなくその二人が離婚して再婚していればその現在のパートナー そのパートナーの前のパートナーとの子ど、まあ、エボ兄弟、そしてそれぞれのおじいちゃん、おばあちゃんが集結するので、<変>一体誰がどういう関係なのか分かりません。<laughs> 日本的価値観の私たちからすると、はい。 カップルとして倫理観とかお互いの信頼とかはかなり違うというか理解しがたい移住初期は思っていましたがデンマークという社会ではさまざまなことをジャッジせずオープンにしみんなで一緒に考え平等に生きていこうというけん価値観があります相手に依存したり期待したりして他人に自分の生活を安全にしてもらおうという人生を幸せにしてもらおうというわけではなく自分が己の人生の中の 選択の自由を理解し自分にとって大事なことは何かを考え、うん、その行動に責任を持ちつまり自分で結果を受け入れ対処する、うん、そして失敗や間違いも人生の寄付の中で必要であるという考えのもと、うん、自分で自分の人生を生きるということを重視している社会ではないんだろうかと思うようになりました。素晴ららししいいいセンテンテスでしたねね、うん、すごそ、ね、それが強いからこそ、うん 別に離婚不倫だろうが浮気だろうが私は私の権限のもと責任を取ってやっていることですお構いなくということなんだろうね。そうですね。誰にも迷惑かけませんみたいなね子供のこともしっかりやりますからお金は稼いでますみたいなね。はい私には私が楽しむ権利もありますっていう感じでしょうね。面白いですねそういうのってね。 うん、<だ>想像はできないですね日本とかアメリカに住んでいると。でもだからさだからこういうのがさ、うん、ほら、うん、場所も変われば人も変わって価値観も変わればっていうところだと思うんだけどはい別にデンマークではこの浮気とか不倫とかがそんなにこう、うん、あのなんつうのかな悪いものっていうふうになってないっていう国では悪くはないわけじゃん。そうですね確かにだかにだら、うん それが悪いっていう国に住んでるだけなんだよねうちらはね <laughs> そうですねそういう価値観の上でねぶっちゃけ生きてるだけっていうね、うん、確かに、うん、特にこうあのすごい勢いで叩く時もあるじゃないですかそうこのパブリックフィギュアの人たちは日本人って叩かれて、うん、本当に粉々になるまで叩かれる風習もあるから、ねうん、まあ他の国ではそれが まあ本人の自由じゃないって言ってる方もいらっしゃるってことですよね。確かに本人の自由なんだけどね。まあそれが罰せられる国ですから日本は。確かに確かに。あの面白いですねこのクリスマスパーティーのお知らせメールに性行為を行うの控えてくださいって書かれ柄が 出出るんだろうねねきっと出ますそういうことはしちゃいけないよっていうところに出てこないけどねあの例えばあれじゃないかなあの私たちがよくあるママ,マ,マ友でよくあるのがあのメキシコ系のおはい、はい、家族に同じ仲良くしてる例えばサッカーチームであのサッカーチーム全員にねあのショーンのバースデーパーティーだから呼ぼうってことでバースデーカードが配るじゃない、はい、インビテーションおいでおいで」ってい,いつ作るよって。 で、あの、もし来れるんだったら、何日までに、あの、リザベーションしてねって、私の番号を書いてあるわけね。で、そしたら、あの、やっぱりね、あの、若干の共通の不安があって、あの、メキシコ系の家族の男の子とか女の子に配るときは、あのね、No sibling って書かないと、ああ、兄弟はダメですって書かないと、えらい人数で来るのよ。何これ ?5 人とかね。 うん、でバースデーパーティーのほら家とかでやるならいいけどあの、はい、豪華等とかさボーリングとかね 1>,、うん、なんか1人いくらってだと、うん、やっぱ来れば来るほどこっっちち側がが払う金が上がっちゃう上ゃゃじん、うんうん、だからこれが人種差別かって言われたら分かんないけどでも結構。うん 一般的にどこかで予約をして人数制限制でやるときは書いてあるよね。うん、no sibling please、うん、とか。SiblingOK のときは SiblingWelcome って書いてあるし。何も書いてないときはイコールシブリンはダメって思った方がいいっていう常識はあるんだけど、その常識をわからない人もいるっていう。はいはい、うん確かに。うん、でもそれ書いておかないとこっちが大変、主催する側が大変だったりしますからね。うん、ビビるからね。うん、普通に来るからね。うん しかも落としてくんかよお前みたいなお前そこにいないんかいみたいなねまあ国柄が出ますから国柄がありますありがとうございましたデンマークの現状をお伝えいただいてリポートありがとうございました はい、次行きたいと思います。ななみさん、しナぶさん、こんにちは。ノードクアメ、ノーライフ。ドクアメが毎週、ご褒美のミミクマと言います。<laughs> ノードクアメ、ノーライフ。はい こううういステッカーを作ろうかねの、はいね、ライフ、うん、<laughs> 私は23歳女で現在ニューヨークにてエンタメ業界のインターンをしております。<お>私は最近アメリカのある人気テレビ番組の収録にオーディエンスとして参加しました。うん、以前よりその番組が好きで出演している方は憧れの存在でした。うん、しかしいざその収録現場に行きその方を見た時雷が落ちたような衝撃を受けました。<laughs> 彼の仕草や話し方立ち振る舞いなどを全てにおいて魅力 <laughs> されてししままい、目が離せませんでした。うん、有名な方ですので会話をおろそか、席も遠かったので、ただただ一方的な恋心ではありますが、うん、その衝撃があまりにもすごかったのか、<laughs> 収録現場に行った時から、終日経しを今でもその人のことがずっと頭から離れません。うん 現在アメリカ人の彼氏と仲良くやっておりその彼氏にも好意を抱いたことを再び収録現場を見た気持ち等はそれなりに伝えました、うん、しかしどうも浮気なのか心移りなのかという気持ちが消えません,うん、うん、さらにエンタメ業界で働きたいという気持ちがあるので将来その方のもとで働きたいいつか一緒にお仕事をしたいという気持ちも芽生えてきました、うん、彼に対して憧れの気持ちがある反面芸能人に本当に好きになっている自分がいるんではないかという迷いが消えます うん、普通の浮気とは少し違いますがこんな気持ちも浮気であるなら自分はどうすればいいんだろうか、うん、この場合の浮気との線引きなんか現在進行形で悩んでいるのが私ですといミミクマさんでしたミミクマさんよねこれはね私ももう2回目なんでね収録がね 1>, <laughs> 1回目の,あのテンションの高さで言えないのが大変申し訳ないんだけどテンション上げていくわね これはねあれですよただのファン精神だってうもうファンってだけですよくコンサート会場とかで失神してる女性いるじゃないですかいますいますあんな感じですうもう心が苦しくて苦しくて目の前にいると思うと息できなくなっちゃって失神しちゃうんですよ <laughs> それってこうすみませんシロさんはファン心理が分かる方だったと思うんですけど、うん、の画面越しに衝撃を受けるんですかそのいやもうルルい同じ空気を吸ってるってだけであ<ー>やばいんですもう,、うん、うんでもどんだけちっちゃくてもあ,のあそこに本人がいるっていう何とも言えないこのスリル、うん、はいスリル <laughs> 何とも言えないスリル、うん これはね、うん、あのね失神したくなる気持ちは分かるんだよね私はいはいだからあのー、雷が落ちたような衝撃を受けたっていうのはもうこれ惚れちゃったね完璧に <laughs> 惚れちゃったでもね、うん、一番私がもしアドバイスをするとしたらあのすごい雷が落ちたように好き,じゃ好きになっちゃったからあの、うん、きらびやかで すごくいつも美味しそうで、うん、でも高いからあんまり行けなくてはい、はい、でも行くと必ず美味しいし間違いなくウキウキするし、うん、お腹いっぱいになって帰ってくれるんだけど、うん、それね、うん、毎日やってごらんっていうもうね気持ち悪くなるよ<ー>毎日外食したら、うん、<laughs> やっぱりお家のいいよ梅干しとお茶漬けでってなるの、うん、<laughs> それがやっぱり人間はね幸せなの一番ああ<ー>、うん 普通が一番あれって言いますからね、うん、だから多分恋,、うん、恋の私はジャンルが違うと思う。だっていまだに私、うん、前にも言ったかもしれないけど、うん、ニューキッ d s ンザブロック l o c は、うん、あのまあ 90s のね代表するグループだから毎年1回だ全国ツアーはまだやってるのよ彼らは毎年毎年。毎年うん、だからヒューストンにも年に1回来るのね。 はいはい。で、同じような 90s のジャンルの違う R&B とかロックとかポップとか、そこの人たちと3人ぐらいタグアップして、あの、要はもう 90s のスローバック90のコンサートが来るわけよ。はいはで、もう行くのはみんな40代、50代よね。基本的に。うん。でも、それでも、私も失神そうになるもだに。聞いて聞いててね。だに。しかももう、ある程度結構前で見れるわけよ。 そんなにほら、オンタイムで人気があるわけじゃないから、ちょっと頑張ったお金出すと結構前に見えるんだよね。うん、もう私、見ちゃったもんならもう私もうそっからもう1ヶ月間くらいもう心が苦しくて、やっぱりかっこいいから、うん。あ、やっぱ苦しくなるんだなる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 。もうやばかったよ、その時私45だったかな。の誕生日で行ったのかな。うん、アンディ買ってくれたチケットを。3人で行って、友達3人と。で、結構前だった。うん やばいほんとちょっとちょっとごめんお腹痛くなってきたみたいな近すぎてそれぐらい近すぎて私もこれ以上見れないみたいなあちょっともうあのオーバーウェイくてそれぐらいになるからやっぱねこれはもう本当にあれですよ違う恋心と思います私は恋は恋でも違う恋心だから浮気じゃないじゃこれは浮気ではない浮気ではない浮気ではないはい浮気ではないが。 まああのそういう思いであそしたら全員が浮気になっちゃいますからねそうですよねみんな嵐が好きなおばちゃん全員あれ浮気ですかあれじゃん。って話ですよ可愛いわって言ってるおばちゃんたちみんなキラキラをね与えてくれてありがとうって感じですかねそうなのときめきをそういうこと言うわだるみたゃんいいこと言ったザブトン一番前。いいこと言ったすまれますか座れません <laughs> でもねなんかあのー、言ったじゃないですか前に白沙がコンサート行って、うん、ちょっと泣えませんかと少し年を取って自分が美しい若い時にあのかっこいいと思ってた人が年、うん、を取って泣えませんかって聞いたと思うんですけど、うん、でもその泣えない気持ちがちょっと分かって最近うんかうん、うん「うん、なんかあのスレンジャー i ングスの歌って出てくるバンドのア,、うん、アスレチカ、うん、なんとか、うん、A から始まるバンドさんがいて、うん、あのー。 すごいかっこいいバンドで「うん、デスメ,メタル」メタルうん、の曲を歌われるんですけど、うん、また流行ったんですよ2022年で「ストレンジャー・ティングス g s 4に、うん、BGM として入ってそのすごい古いバンドさんですけど人気があるんですけど、うん、でその人たちのライブをもういああの見たんですジェイコブと一緒に。うん、もうくっそかっこよかよたたおちちゃんたちが <laughs> おっちゃんたちがすごいイケメンで。 かっこいいだ。魅力が変わっていくのよ。そうなんです。そう、うわ、そうだなと思ったんですよ。いい魅力だなって。いい魅力になっていくのよ年。年取ってこんなにかっこいいんだっていう、ねうん、かそ、その味もなんかマイルももっとかっこよくなってて。そう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 いいっやっぱファンはね、うん、あの永久的にファンなんだよね。やっぱりね、そこまでもうファンになっちゃうと。う,ね、うん。 うん、うん、て思いました次行きたいと思います、はい、ポッドキャストをあお二人で見つけて毎日仕事中8時間聞き続けてかっこいいという間に制覇しました <laughs> 8時間も <laughs> はい。まあうん、ペン 天然まあ、組長でお願いします。組長さん、組長さん。さん <laughs> 私は女ですが態度がでかいのでよくそう言われます。ね、素晴らしい。うんはい、さてあ、浮気についてですが、私はいわゆるされた側のされずまでしたうん、うんあ。現在結婚歴16年、某ヨーロッパ出身の夫と結婚、うん、日本在住です。子だからなかなか恵まれず不倫治療に通っていた結婚2年目、うん、夫の不倫を亡き、祖母、 に忠告される夢を見ました、うん、そして偶然 PC を開きっぱなし仕事を行った夫のメールから発覚「早く子供が欲しいね幸せな家族を築こう」などの受信メール、うん、当時の夫と私は私の実家に同居中、うん、私の を狙ってて外泊していたようです<ー>相手はなんと既婚者、うん、そして彼女も不妊治療に通っていました <laughs> それはもうとんでもない修羅場でした <laughs> 結局同居のストレスが溜まってしまっていて現実感逃げ出したかったようで私もまだ夫のことを愛していたし関係修復の道を選びました、うん、引っ越しをしいろいろ落ち着いた翌年またもや祖母が夢に <laughs> そうですビンゴです また私の夜勤中に新たなる女を引っ掛けておりましたが、笑い、あきれるのも一言。相手の方は夫が既婚者とは知らなかったようでとてもかわいそうでした。それから時はたち約11年目、久しぶりに祖母の登場ですが。 夫と自営業を始めて6年目、営業も軌道に乗っている最中、もう私も我慢の限界で離婚を提案。うん、夫は激しく私を罵り、開き直り、仕事をほったらかして彼女とデートざまいです。うん、私と結婚10年。 記念で行った高級旅館へ彼女とよ予定、ま、行く予定まで立っていました。うん、私とはいわゆる下見旅行だったのだろうか。うん、<旅>婚 <laughs> 離婚届も出していないのに彼女のご両親にも挨拶済み。うん、さすが私の11年って何だったんだろう、うん、と毎日、うん、泣きまくりました。 離婚届も提出し、いよいよ来週夫が彼女との新居へ引っ越しが近づいてきたある日、一人でビールを飲みながら、あ、そういえば、妊娠検査がまだ一本残ったな、もう使うこともないし、と酒でトイレも近くなっていたので、ついにシャーッとしてみると線が出るではありませんが、<laughs> 嬉しいという気持ちとどうしようが混ざって混乱しました。実は結婚が決まってから一度だけ再、離婚が決まってから一度だけ最後にとやって やつが当たったんです。あれだけ何年もあ治療に通ってもダメで諦めていたので、うん、そこからはころ壊す,すがい、カスがい、うん、夫は。 すぐに彼女と別れて無事に私は女の子を出産、うん、今では夫そっくりな4歳の娘がいます。うん、夫はというと今では私に再び夢中です。かっこ笑い。私はいろいろありすぎて逆に冷めていますけど、こうん、な,長くなりました。これが私の経験ですと。うん、浮気をされすぎるとなれますね。うん、でももう夢で祖母を会いたくないのは現実ですけど、かっこ笑いということです。 うん,ん、こんな変な夫婦関係もあるんだなって笑ってくださいということでした。変とは思わない。多分ありますよ。きっと皆さん,んいろんなストーリーがありますから。んみんなごちゃごちゃしてますからね。この見えないだけで。そう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 。あの、常にね、あのビハインドドアはね、皆さんドラマがあるんですよ。確か,確かに、確かに。いや、でも、おばあちゃんすごいね。 おばあちゃんすごいですね。おばあちゃんも忙しすぎるよね。死んだのに。もうなんか言ったらいいの、私のも孫は。みたいな。毎回戻ってこない,とい,ない、ね。もうおばあちゃんも疲れたおばあちゃんだよね。また行ってきて。<laughs> <laughs> ほん当にもう今度は旦那の夢に出てきてちょっと伝えてほしいですね天国でねお茶でも飲みながら喋ってるよね。ちょっと私またまた下行ってくる私みたいなあのそうですねうちの孫っていう感じになるかもしれないですからね親のね旦那がねって言ってるっておばあちゃんがねもう最悪でねこれもしかしたらこれおばあちゃんの生まれ変わりかもよこの子供。ああ守るもう私が守るみたいな もしくはほら <laughs> あのご縁はある、ね、ご夫婦なのかもしれないからねご縁があるところにやっぱり、ね、このタイミングでこういうあのラッキーなことに、ね、不幸せなことに赤ちゃんが授かるってことはう、ね、なんかこうご縁はあるような気がするんだよね、うん、この旦那さんと、ねまあ、もちろんいろんなヒストリーはあるにしても、うん、だから、まあ、おばあちゃんがそのお子ちゃんなのかどうかわからないにしても。 でも、うん、あのこのタイミングで妊娠するっていうのはなんか私はなんかこうまだ別れなくて大丈夫だよってまだまだね修復してすごくいい夫婦になれるチャンスがあるんだよって言ってるような感じがするけどね。うーんでもそれはもう気持ちしないいや私ができるかできないかって言ったら。うんい 回はできると思うおそらく1回は、うんうん、1> 多分私は何かこう人間誰しも間違いはある、うん、私だって間違いはあるって思うと思う、うんうん、でも多分2回目になってこれ3回じゃん。3回、うん、はい三ですね,ね。だから3回目になるとさすがに私の性格的には、うんうん、あのちょっと 受け入れられないんじゃないかなって思うけどなんせその立場になったことがないから何、うん、とも言えないうだからでもいろんんなこととがあると思うんだよね私だ許せる、うん、許せないはその,そ,の人その人次第だから、うん、確かに、うん、だからあのすごく夢中になってくれてすごくいいお父さんで毎日いてくれてるんだったら、うん、それこそそこからまた愛が育んでいくし。 まあどっかで,そで、うん、おそらくまたこの人浮気しちゃうんじゃないかなみたいな心はありつつもでもそれはもう自分の決断じゃん、うん、一緒にいようと思ったらもう開き直るしかないし確かに、うん、か距離を取ってみたらもしかしたらいいお父さんでいてくれる可能性もあるかもしれないですよね、うん、この離婚っていう、まあ、ヨーロッパ人さっきも言ってらっしゃった,言ってらっしゃったみたいデンマーク人はやっぱそういうのはオープンだって言うみたいな感じで、うん、ヨーロッパ系の人だからそれが OK だっていうか価値観を持っていらっしゃるかもしれないですしね。うん。うん。わかんないですけど。そうだよね。そこだよね。そこは文化と言われたら、確かに。こう、アーギーはできないというか。わかります。なんかこう。それがそういう国で生まれたんだって言われたら。なんかこう。なんとも言えなくないです。うん。なんか、なんとも言えないですよね。そう。だから、そこ。 唯一ねわかんんんななないんだよか、うん、これはなんかね私の友人の話だけどアメリカ人のね、うん、アメリカ人の奥さん、はい、ママ友の話だけど旦那さんがすごいスリルのあるセックスにあの、うん、興味のある旦那さんですごい好きな好きな好きなタイプのセックスがそういう,こう、うん、ちょっとこう知らない人と 例えば知らないほ本当に初めて会った人とベッドインするときって超スリリングじゃんお互い知らないからそれがすごい好きでそのフィーリングがだからもう何回も浮気してんだよねだからワンナイトスタンドを今でもやってるってことねそれがバレたのよ奥さんにもうやらないって言ってこれ3回目なの今回バレたのがもう3回目じゃん で、3回目にしては、最初の2回は謝ったのよね。ごめんごめん。もうしないもうしない。I love you だから。で、3回目はもう謝ることもなく、もう僕は病気なんだと言いやがったの。はい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 。そういう病気なん sexual ディスオーダーアディクションとか、そういう何かがあると思う。だって僕はジェニュアインディーに君のことは愛してるっていうのね。なんだけど隠しきれないこのどうにもこうにも抑えられない衝動と欲望があると。うん、で、そんな話をしてて。で、その彼女が「うんうん、すごく変なことを聞くけどね、忍ね」って言って。うん ご飯食べちゃダメって言われたら食べなきゃ食べない、食べないられるって言われて。で、食べる、食べ、食べると、うん、私の旦那さんが、うん、あの、傷つけてしまう。ご飯を、白米を食べると、うん、アンディを傷つけてしまうってなったら、白米からステイアウェイフロム白米できるかと。うん、で、私は、うーん、できない。<laughs> <laughs> うんまあ、白米は結構 <laughs> 白米を白米を一生食べるなと言われてしまったらちょっとできないかもしれない欲望だからって言って、はい、でもそれはちょっとジャンルがエクストリームだけど,けどもちろん、ね、食べるものと嗜好品が違うから、うん、でもそこなんだよねなんかね聞いてて、うん、あの。 一番分かんなかだから本当にそれは病気なんだとしたら、うん、そういう殺,殺人と一緒だよね人殺すのだって、うん、そういう人が苦しんで死んでいく姿を見るのがすごいスリリングで楽しいって言って連続殺人の人ってやってっちゃうわけじゃ、うん、ちょっと狂ってるところもあると思うけどでも大丈夫電話鳴ってるよあ大丈夫ですあのインターホンあインンターホンでて 要はさ、うん、結婚して唯一できなくなるのって他人とのセックスじゃん多分はいはいそうですね確かに、うん、おそらくね、うん、でもそれまあエクスクルーシブの関係を作ったらってことですねクローズしたりそう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 ,そう、うん、だからそこなんだよだからそれが病気であれ何であれそういう欲望を持ってる人なんであれば、うん、これからもずっとやると思うんだよね、うん、多分そうですね、うん、でだから私はそのお友達はそれが か変わるって思わない方がいいんじゃないって言ったの。私のために直してくれるとか、うんあの、結婚を続けたいならセラピーに行ってくれるとか、なんか私はなんか、うん、そういうところに期待感を持つ考え方よりかは、うん、もうオープンにしてあげて、あるもうジムに行くような感じ。 でも、はい、確かにワンンナイトスタンドだだけなんだよね,ね別にそっからリレーションシップをやってるってわけではなくてバ、うん、ラを送るとかね、うん、そんなのは一切なくてただただ出かけに行って全く知らない人をナンパしてしたいわけよ、うん、一晩どうしても、うんで。だからそれをもうスポーツの一部としてジムに行ってるって思ってあの、うん、諦めるかで、うん、それがどうしても心の隋まで傷つくんだったら。 あ確かにその通りだ。どっちかしかないって言ったのね、うんうん、だからか変わってくれるよね私のこと好きならこうなってくれるよねっていうのはそれは彼女が期待する旦那さんの像なわけでそういう人を探すように離婚すればいいし、うんうん、みたいな話をしたんだけど、うんうん、でも本当にその通りだと思います。その人は多分3回もやってたらら変わらない やっぱ浮気する人はずっと浮気するっていうなんかこうあるじゃないですか。だから絶対その方はそれをやることに快感を覚えてるってことは多分やらないってことはずっとやられると思うし、うん、でそれでもうすでに3回目で開き直られてるんであればもう無理、うん、それを変えるのはもう無理だなってな、ね、だから本当そうですよねもう天秤に寝かけてそれをやってもその人がすごいいい人だったら。 かこの旦那さんとして子供の父親としてすっごいいい人で、うん、それが天秤でイコールになるんだったら一緒にいられてもいいかなと思いますけど、うん、少しでもこうそれがウェイとしてしまって精神状態があまり不安定になってしまったりとか、うん、この彼女のねうん、うん、だったらやっぱり違う人とまあ出会うっていう選択肢とか別れるっていう選択肢を選ばないといけないかもしれないですよね。 彼女が不倫と思ってなかったら彼女が浮気と思ってたかったら、うん、それは浮気じゃないじゃないですか夫婦関係多分、うんうん、オープンリレーションシップってそうじゃないですか、うん、その合意があればそれそうそう合意があれば全然 OK だか,だから彼女がどう折り合いをつけられるか否かで変わってくるかもしれないですねそれはね、うん、そううだろうね。うん うん、まあでも本当に話を聞いてるとさあの100人100人女性がいれば100人のその女性のストーリーがあるからさ、うん、そうですね確かに本当に何が一番正しいってわからないもんなんだよね。それぞれの中の何かありますかねただただなんかこう自分を好きになれないようなことになってるんだったらうん。 わかかららなない複雑だね人間の気持ちまあでも組長さんにおいては今のところんか組長さんのメールの書き方だととりあえずはんか落ち着いてる感じそうですはあるから本当にこれでもう彼は彼の中で何か満たされていてもしかしたら彼は真剣に子供を作ってくれる人を潜在的にものすごい探したのかもしれないし。 だからねこれ以上浮気はしないのかもしれないけど、うん、そうであってほしいね期待したら多分だめですね、うん、<laughs> 期待したらちょっとショック受けちゃいそうです3回も同じことされてたらそうだねあ,のあ,のあれみたいのねあの,ほらあ,のあの映画の「He's not that into you」の映画であのあ<ー>タバコ吸ってないよねっていう人 で、最後にタバコの吸い殻を見つけてしまって、で、この、あの、背広っていうの、このスーツ、スーツにもタバコが入ってて、でも彼は一貫して吸ってないって嘘つくんだよね。私、あの時のジェニファーさんの演技大好きで、ああ、私もバシバシ割るじゃん。で、割って、正規に戻って、いきなりほ持ってくるじゃん。ああ、かあれ、もうすごい。演出がもうクレバーと思って。 絶対女性こうなるもんと思って割っちゃったんだけど、うん、ふと戻って、うん、あ、いけないいけない片、うん、片付け片付け片付けみたいなそうですよね泣きながらね、うん、掃除してる、ね、そう,そうでもあれって嘘をつかれてる人の心理をよく描いてる、うん、常に本当にやってないんだよね本当に浮気してないんだよねとかさ常に思うじゃん、うんうん、あれは本当心のマラソンだね、うん、あれね 結局浮気もされてたっどっちからも男性は離れられますからね自分の奥さんからも浮気相手からもそうそうそうまああのあれですよね組長さんいつかこれ本当によく行くことを私は祈ってますけどお子さんができるってことは絶対縁があるってことだしねでももし万が一またおばあちゃんが。 またおばあちゃんが出てきた時にははいあのちょっと私もちょっと極道の妻のところがあるので同じちょっと組み横にしてちょっと着物を着ていこうかと私も刀を持って一緒にそう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 うそ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 うう ああはい、はい、そうですね、うん、もし旦那さんも興味がありましたらポッドキャストに出てくれると <laughs> <laughs> 彼の心境というのも聞いてみたいもそれはまた違ったレベルのあの番組になるねこれね。 そうですねはいアメリカでよくあるゴシップ系の番組になっちゃう私たちの番組確かに確かにその通りですねあのトラッシーな火曜日のモーニングラジオになっちゃいますねすいません本当トホはいはい今日はもう1時間経ちましたのでここで終わりたいと思いますはいまだねいくつかありましたけれども読めないものが結構ありましたはいじゃあそれはまた ToBeContinue で コンティニューでいいきたいと思います、うんはい、ではここで終わりたいと思います。はい、はいあの。ポッドキャストのレーティング、あレビューお待ちしております。はい、皆さんの一つ一つの声があの私たちのポッドキャストに花を咲かせてくれるいやもう本当その通りですよ。本当そのり。はい。間違いなくその通りなんですよ。はい、はい。なので皆さん一つ一つの声があると、はい、あの私たちのポッドキャストがマジにラビミちゃんが言ったみたいに。うん あの、うん、次の段階に次の段階に進んでいくことができますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしますで質問感想等はなるみしきアット gmail ドットコムナレミシキアット gmail ドットコムまでよろしくお願いしますはい終わります Thank you so much for listening I hope you are having a wonderful day Please follow us on the podcast but we w i l l see you in the next podcast bye bye, bye!